ランジでサイドレイズ、サイドレイズこのまま戻るとはい、はい、皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はアンガールズの山根さんをお招きして、はい、トレーニングを指導させていただきました。はい、ありがとうございました。今回のトレーニングの内容は山本さんの、チャンネルでかなり、いい感じに公表されると思いますので、はい、そちらを皆様、ぜひお楽しみください。はい、トレーニングを教えたということで、はい、まあ、今度は代わりに私がカットを教えてもらういいような流れでいきたいですが、よろしいでしょうか。いや、全然僕はいいんですけど、なんか先生の品がこう下がってしまいそうで怖いんですけど、まあ、本当はやりたくないんですけど、よろしくお願いします。なんかスタッフさんから要望がありまして、じゃあ僕もそんなコント考える方ではないんですけど、やり方としてはまず、まあ、コントをやってオチが来た後にジャンガ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 ジャンで、ここで戻るんですけども、わかりますかね。今の動きはですね、これはランチ、ランチというランチ、フェンシングでこういう動きあります。あ、あります。こういうふうに足を突き出すのをランチ。おー、で、この手の動きがサイドレイズ、サイドレイズ、横に持ち上げるサイドレイズですね。で、まあその戻っていくので、こう手の手は一応こうやってやってるんですけども、最初からこういう感じで、ジャンガ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 できたと思うんですが、それはよろしいでしょうか。いや、いいと思います。え、これ何ですか。ランジでサイドレイズ、サイドレイズ、このまま戻ると終わりということで、はい、ウエイトトレーニングにも役立てると思いますので、皆さんジムでぜひお試しください。そうですね、僕もやっぱ筋肉つけて先生ぐらいかっこいいこのジャンガジャンガやりたいんですけど、じゃあコント自体がまあもうありもんで大丈夫ですかね。あ、ぜひお願いします。ショートコントでテーブルクロス引きっていうのがあるんですけど、はい、じゃあ先生には田中の役をやってもらうんで、はい、僕がテーブルクロス引きができるっていうことで、はい、お前テーブルクロス引きなんかできんのって先生が聞いてください、はい、そしたら僕は、あ、まあまあできるできるって言って、じゃあ見ておいてねって言って3、2、1でこう引いた時に先生の腹筋にゴンと当たって、あたたたたたってなって、はい、ジャンガ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 、はい、みたいな感じでやってるんです。わかりました。わかりました。いけますか。じゃあ行ってみましょう、はい、ショートコント、テーブルクロス引き。テーブルクロス、引けるのお前。そうなのよ、ちょっと見といてね、はい、いくよ、3、2、1、あ、なるほど。はい、ジャンガ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 ウェイトトレーニングに応用できますので、どんな動き出したらいくらでもできます。わかりました。本当にありがとうございました。TBAI に発売されました。筋肥大、筋力向上を目指す方は、ぜひお使いください。